こんにちは。ワールドカップチャンピオン、花のワールドカップチャンピオンの村松文彦が教えるフラワーアレンジメント。今日は花束ミニブーケをしてみたいと思います。一番大切なのミニブーケっていうのは、その顔、花の顔を大事にするということが一番大切ですね。その顔を大事にしながら、ドームだったら丸く作る、だったら丸く作る。つまりこういうひまわりなんかはこうやって見ていただくと、こうやるとこっちになってますね。でこれがあんこになって、こういうふうにするとこういうの向きにもなります。ですからこのひまわり、もうひまわりはどっちかというと、ね、首がコロ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 変わるのがひまわりですから、対ひまわりっていうぐらいで、日に当たってこう首が回るということで、ね、それでこのアナベルもこういうふうにして葉っぱを取ります。それからヒューケラもこういうふうにして取ります。それからこのドラスナ、ドラスナもこういうふうにして取っていきましょう。ドラスナもホッチキスでね、こういうふうにしてこう折って、今日はミニブーケですのでこのぐらいでいいですね。このぐらいの形でこうやって切るときで、一番大切なのはここは丸くこうやってやるということね。こう潰しちゃうとあれですので、こうもう一度やります。こういうふうにして持って、こういうふうにしてやるね、ミニブーケです。これ全部こうです。こういうふうにして折って、でその合わせを大きさに合わせて、この、ドラセナのこれはレッドエッジですけど、こういうふうにして形をこういう形でこうやるという、ね、大体10個ぐらいやっておけばいいです ね。こういうふうにして、で今やっているのは必ずダブルでやるということ。ワンシングルで、こうやってしまうと、これだけだと取れてしまいます。ですから必ず、やります。この、ステープラーでこうホチキスで留める場合は必ずこういうような形でやっていただくといいです。それからもっと大きな花束の場合はこれでいいですね。こういう感じ。小さい、今日はミニブーケですので、ミニブーケをアートこういうにして、ですからいろんなやり方がありますね。それからもっとアレンジメントなんかにするときはもっとこういうにして、こんな感じ。それで今度ホチキス、今ここでやりましたけど、こういうホチキスなんかこういう丸く、ですからこれとこれと違うのはこういう感じで、アレンジメントなんかはこれがいいと思います。まあこういう感じ。それからね、ポポラスも大体もう本当にこうバンディングポイント、持つ部分のバンディングポイントに出たら このぐらいで、ミニブーケですので本当に短くこうにして用意します。これもそうですね。でもしかしたらこれこういうような形で切っていただくといいです。こうにしてね、でこっちもこうですね、こういうような形でこう全部こう切って、これがプリパレーション、準備です。これもそうですね。今日はひまわりとブルースターね、このブルースターは2本、これも葉っぱ取ってきましょう。ここにしてね、ここに取ってきます。それからひまわり、これを入れて、それからこのグリーン、それからあとアイビー、アイビーもこの2箇所ぐらいね、もう大きさがこう決まってますので、ここにして、これもここにしてプリパレーション、準備、このぐらいでいいです。もうミニブーケですので、それでどこにどう入るかはこう自分で考えながら、そしてアナベルをこのような形、アナベルを利用してこういうにして、アナベルが利用すると見てください。これ今までこうなっていたバラ、ごめんなさい、ひまわりがほらこういうにしてくっついちゃいますね。ですからこういうにして、アナベルもこれ葉っぱ取ります。こういうにしてね、ひまわりでもあれ、アジサイでもいいんですけど、でこれをこういうにしたらもう見てください。これでこうやってやるよりはこうやってやった、 見ていただくと外上に行きます ね。それからこれがこう入ります。ヒューケラですね。でこれなんかもこうにしてミニブーケ、本当にこれ2本こう入ります。それからこっちがこうありますね、ここら辺もこう、それからヒューケラがこう重なり合ってこう2つぐらい、それからアイビーがこの中に、でこういう中にもこうね、アイビーをちょっとこのアナベルの中に入れることにおいて強弱がつきますので、こういうふうにして入れます。こういうふうにしてこういう感じですね。それから先ほどのドラスナ、レッドエッジね、これをこういうような感じでこう入れ、周りに入れていきます。これも使いません。それからポポラス、これもちょっとこうやって入れ込みますね。かわいいでしょね、こういうような感じで、ポポラスも上、こういうところから上からこう入れてもいいです。その時にはこうね、こういう感じ。それから下からもこうやって入れる。でグリーンをいっぱい入れることにおいて面白く表現が出てくると思います。それからこうやって重ねるということ。
で、重ねたことにおいてこの花束が面白く表現できると思います。こうしてね、はい、これで出来上がりです。あと紐はここにバンディングポイント、わかりますか、ここがバンディングポイントですので、バンディングポイントをしっかり留めるということね。で、自分も世界中歩いてるんですけど、この花束、世界行ってもこの前も、台湾とか、まあ、韓国なんかも今問題になってますけど、そういうところでやるのに、この縛り方、今これ生産者の縛り方なんですね。この生産者の縛り方を、今から30年前に、私あのデモンストレーション毎年のように韓国行ったんですが、その時の縛り方やったら今の皆さんが大体この縛り方になってるからいいな。なぜこの縛り方がいいかっていうと、分かります？片手で持ちながら、普通ですとヨーロッパのデザイナーとかいろんなデザイナーも花束を作る時に置いていけますよね。だけどこれは見てください、ね、ハンディング、持ちながらバンディングに締める、ここのバンディングポイントを締める、こういうことができるわけですね。はい、じゃあこれでミニブーケが出来上がりました。見てください。楽しいでしょ。ぜひ楽しんで、こうやって花をやっていただくといいと思います。